こんにちは、牧野直太です。今日は4月18日の月曜日になります。この土日ね、16、17日、アバルトフェアね、本当に多数ご来店いただきまして、皆さんありがとうございます。近畿各地から、新規さんも含めてね、ものすごくご来店いただきまして、ありがたいなと思ってます。で、本当にね、この牧野 YouTube の、おかげで、皆さんすごくフレンドリーにね、ご来店いただきまして、ご挨拶をね、させていただいても、いつも見てますよというね、そういうお声をいただきまして、ありがたいなと思ってます。で、今回、川辺の、595のデモカーのね、体感試乗会をさせていただきまして、本当にすごく好評で、ひっきりなしにね、デモカーは、走り回ってましたね。で、その川辺の車庫長のショックの動きの良さ、で、合成パーツの良さ、そこら辺をね、皆さんに体感していただきまして、非常に多数ね、ご制約をいただきました。本当にありがとうございます。で、今日の日々の動画もね、もうほぼほぼこの週末の、作業もね、本当に多数させていただいたんですよ。で、その模様が撮れてますんでね、この後、ご確認ください。はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらは、このアバルトフェアをしている川辺ブースですね。もうこの595のコンペのデモカー、これはひっきりなしに体感市場に出てますけどね、今ちょっと落ち着いてるので、今のうちにご紹介をしておきます。こちら、川辺のテントの中では、バージョン3、これは ST ですね、ST のアッパーマウント、キャンバー調節付きのもの、で、バージョン3、これはすごいです、これは3ウェイになるんですかね。別端式のものすごい車庫長、こういうのを飾っていただいてますね。で、こちらは、75パフォーマンス、これは橋本コーポレーションの、ブースになりまして、75パフォーマンスの、フロアブレースですね、これももう飛ぶように売れてます、もうほぼほぼ在庫がなくなってきました。で、助手席のフットプレート、で、橋本コーポレーションはね、アクラポビッチのマフラーとか、あと TWS のホイールとかね、いろいろこういうのを展示してくれてます。本当にね、この2日間、川辺のこのデモカーに来てもらって、体感試乗をしてまして、でプラスアルファ、もちろん川辺の車庫長も大特価ですし、今ご紹介したフロアブレースね、こちらもすごい大特価なので、まあ、本当にびっくりするぐらい、全国の皆さんね、ご来店いただいて、販売させていただいてるんですけど、ちょっとね、こちらのフロアブレースを本当に在庫がほぼないと。で、橋本コーポレーションにももうほぼないみたいなので、これからね、ご制約の方はバックオーダーとなりますんで、そこだけ、ご了承ください。はい、こんな感じで進んでますよ。あ、そうそう、ピットの方でも今も早速ね、カーベー底付けとか、いろいろさせていただいているような状況です。はい、皆さんご来店ありがとうございます。はい、こちらは、お預かりで、カスタムの方をさせていただいてましたダブル様の、アバルト 595SS になります。今回作業をさせていただいたのは、じゃん、こちらのレカロの取り付けになります。こちらはですね、 RSG という、まあ、レカロの、誇るフルバケのシートになりまして、ベースフレームも当然レカロ製で、レカロ製はね、車検が通りますんでね、フルバケットでも、まあ、こういうタイプに交換をされたのと、シートヒーター、このね、サイドアダプターの横にこうスイッチを設けて、シートヒーターも埋め込みをさせていただいてます。で、プラスアルファでね、これ本格的な走行に耐えれるように、シュロスの6点式のシートベルト、こちらも装着をさせていただいたんですね。6点式は、まあ、レーシングカーの、定番なんですけども、まあ、本当にこの、左右ですね、と、この腰を支えるこちらの2点で、下から生えてくるこの6点なんですね。で、このダイヤル、これをリリースするとカチャッとこう全部外れるんですね。こういうシステムのシートベルトになります。本当にね、走行会とかでね、やっぱりフルバケプラスこの6点シートベルト、これはね、ホールド性がもう別格なので、本当に体が動かず、ドライビングに集中できるというね、まあ、こういう内容になります。
ダブル様はね、本当にこの OMP のステアリングとかすごいレーシーなあのインテリアでね決められてるなというふうに思います。はい、いつもカスタムしてくれるダブル様のアバルト 595SS でした。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます N 様のアバルト595のコンペティソーネになります。今ねエンジンルームちょっとねバラバラにしておりまして、実はね今日はあの今在庫でマキナが置いてるアッソのね、パフォーマンススロットル、まあ、あのスロットルに挟むスペーサーですね、こちらの方を装着中です。もうバッテリーとかねちょっと全部ないんですけども、スロットルがねヘッドカバーを外したこの奥にいるんですね。でこのブルーのスペーサー、あちょっと見にくいか、ブルーのスペーサーがねここ見えると思うんですけど、これを装着中なんですね。でこうすることで低速のねトルクの谷間をなくして、できるだけスムーズにエンジンが回るようにという、まあ、そういう目的があります。はい、ちょっとねかなりバラバラにしてるのでお時間のかかる作業なんですけど、引き続きやっていきます。はい、いつもカスタムしていただいてます N 様のアバルト595コンペティソーネ、スロットルの、装着完了しました。もうねあのボンネット閉じてしまったんですけど、非常にその低速から、高回転に向けて、スムーズな、形でねあのエンジンがこう回転する、まあ、そういう特性を確認できました。まあ、あのトルクの谷間がね、なくなって、すごく、気持ちよくドライブできるんじゃないかなと思います。で、別件でねよいしょ、このねリアハッチ上げたところのリアハッチのこのストラップ、これマッキナで作ったんですよ。これあの赤と茶色を作りまして、一応ねこちらマッキナという刻印で、裏がこのサソリのマークね、こういうタイプの、新製品を出しましたんで、これもちょっと即決していただいて今交換させていただきました。純正はね非常にこういうこんな感じなんですね。非常になんて言うんでしょう、そんなに立派なもんではないです。ですからねこういう革のこういうタイプになるとすごくおしゃれにね、イタリア車らしい、おしゃれさが出たんじゃないかなというふうに思います。はい、本当にねいろいろこう機能的なパーツをたくさんつけていただいて、あの足元のねフィーリングが素晴らしい N 様のアバルト595コンペティソーネです。いつもご依頼ありがとうございます。はい、こちらは、いつも滋賀県から、カスタムご依頼をいただきます愛様のアバルト595のコンペティソーネになります。今ねこれリアビュー撮ってるんですけども、実はねYouTube であまり出してないんですけどね、最近実はこのプラン多くて、こちらのね純正ディフューザーの中央メッシュになってるんですけども、こちらにレーシングカーのね使われる LED バックホームを埋め込むんですよ。まあ、こうすることでねすごくリアビューが、新鮮になりますんでね、ちょっと見といてくださいね。はい、じゃあブレーキ踏んでください。はい、こんな感じでブレーキと連動してね、綺麗にこのメッシュの間から、LED が光ります。はい、ありがとう。はい、こんな感じのねプランを今ご依頼いただきまして、作業が終わりました。でねプラスアルファでマッキナのこのリアのゲートウィング、こちらをねツートンで塗り分け塗装をさせていただいてまして、以前愛様はあのフロントリップとサイドステップをねつけていただいてまして、ボディ色プラス上面がこうマットブラックでコーディネートをしていただいてるんですけども、今回はね、上面をマットブラックで下側をボディ色のホワイトという形でね、こういう横のね R なんかも自然な感じで塗り分けをしております。でこちらを今から装着して完成となります。はい、じゃあやっていきます。はい、愛様の、カスタム作業すべて完了しました。今回はね先ほど言いました、まあ、リアのパーツ取り付けなんですけども、まずこちらね、マッキナのリアゲートウィング、このね個性的な塗り分けで、こういう塗り分けで装着させていただいたのは初めてですね。この下面湾曲してるねこちらがボディ色で、上面がマットブラックで、この側面も綺麗にマットブラックというね、こういう塗り分けで、今回コーディネートをさせていただきました。で先ほども言いましたこちらのリアのバックフォグ、こちらもねきっちり装着して電源も取れましたね。
はい、本当にね、去年の12月にうちの、末期のエアロキットを下回りをねこうやって組んでいただいて、ボディ色とマットブラックですごくかっこよくコーディネートされてますね。はい、いつもねあの滋賀県の遠方からご来店ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、深いブルーのボディがね魅力的な M 様の、アバルト595の C ですね、ハブリオレになります。で、今ねご依頼いただきましたのは、まあ、今ね、アバルトのイベントをしておりまして非常に人気で売れておりますこちらの、7号パフォーマンスのフロアブレース、こちらのねフロント側こちらだけをつけさせていただきました。595C はね、あの屋根がない分やはりちょっと剛性が不利なので余計にねこちらの、フロアブレースの効果がねあの体感しやすいと思います。やはりね、剛性をフロアを上げることで、全体のボディ剛性がね非常に上がりますので、足の動きを感じていただ、いただきながらの、走行というのがね可能になるかなと思います。でセンターをねつけられなかったのはもうすでにね奥山製のこういうバーが、装着されておりまして、今回はフロントのみ装着となりました。はい、こんな感じで装着が設置させます。はい、 M 様のアバルト 595C、フロアブレース取り付け完了しました。こちらのねブルーアビダビっていうねこのボディカラー、これをベースにホイールもねアドバンのこちらのブルーをね装着されてたり、でスパイスとしてねこのキャリパーだったりステッカーだったりね、イエローの差し色、こういうのがね本当にすごい決まってるなと思いますね。ボンネットもこれバッドフェイスのボンネットすごいですね。はい、まあ、こんな感じでねトータルコーディネートされた M 様のアバルト 595C になります。はい、このね、フロアブレースの剛性感を感じてドライブ楽しんでください。ご依頼ありがとうございました。はい、こちらは、このアバルトフェアで、車庫帳、即付けという形でね、販売させていただきました N 様のフィアとアバルト500になります。ね、この白い TE37 がねなかなかすごいかっこいいんですけども、今早速リフトアップをしてます。こちらがいつものカーベイのバージョン1、こちらをご購入いただき、でプラスアルファでリアのキャンバーシムというねこういう内容で、足元きっちりコーディネートさせていただきます。はい、それではやっていきます。はい、 N 様のアバルト500、カーベイのバージョン1装着完了です。フロントはこういういつものねストラット方式のショックでして、いつも言ってますけどねこのショックが素晴らしく、ダンピングのその、セッティングがねうまいので本当に気持ちいい走りを実現してくれます。こちらがリアですね。リアもいつものこのカーベイの素晴らしいショックとイエローのスプリング、こういう構成で仕上がりました。はい、そしたらこの後ホイールをつけて設置出します。はい、 N 様のアバルト500、カーベイ車庫帳取り付け完了しました。こんな形でいつものセッティング、フェンダーとタイヤのクリアランス、フロント僕の指約1本、リアが約1本半という、ね、形で設定をしています。カーベの場合リアが、事実上のベタベタ、フロントはそれに合わせてちょっと下げていくという、ね、やり方でしております。でこちらね、16インチの TE37 のホワイトを装着されてるんですけど、結構きついサイズということで、キャンバーもね結構付け気味、フロントリアとも約2度半ぐらいのキャンバーで設定をさせていただきました。まあ、こうすることでねすごいレーシーなスタイルで、まあ、しかもあの峠道でね、踏ん張るような、フィーリングになると思います。はい、新規ご依頼ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは奈良県からね、新規ご依頼いただいたお客様のアバルトの横に今ねホイールを並べております。こちらはねアッソのパルティーレなんですけども、まあ、マットブラックのね17インチで、まあ、非常にかっこいいですね。あ、今でもかの体感市場帰ってこられました、ね、今この2日間毎日こういうことやってます。はい、でね今こちらの方はアッソと、アドバンとね今すごい悩まれてましてね、どちらになるか楽しみに。
はい、こちらは、先ほどね、アストのパルティーレとアドバンで悩まれてた F 様の、アバルト595コンペティソーネなんですけども、アドバンを選ばれました。こちらがね、アドバンの RZ2 の、グロスブラックですね。まあ、薄いグレーのアバルトにはね、このグロスブラックは絶対似合うやつです。で、センターキャップアタッチメントも同時にご購入いただき、純正のキャップをつけて、ボルトもね、マキナでいつも常時在庫してますブラックのボルト、こちらの方に交換をさせていただきました。ボルトに関してはアバルトは、純正品を使えるんですけども、やはりね、黒いホイールでしたら、シルバーの純正品よりこちらの方が似合ってるかなと思いますね。はい、以前ね、壁のバージョン1でローダウンをされてて、このアバルトフェアでね、なんとかホイール、在庫の欲しいということでね、7件からご依頼いただきました、アバルト595になります。 F 様ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます愛様の、アバルト595のコンペティソーネになります。今回ね、このアバルトフェアで即決いただきましたのはフロアブレースのフロントとセンター、こちらになります。これはね、もういつも言ってますけども、とんでもなく軽いアルミでして、重量増は一切ないですね。で、こちらフロントメンバーとシャーシを固定するフロント側、こちらが本当にセンター、ど真ん中をね、ガチッと固定するものになりまして、やはりこのセットがね、すごく有効だなと。アバルトね、今これちょうど上がってるから下回り映しますけど、センター何もないんですね。で、ここを左右つなぐことで飛躍的にフロア剛性を上げます。で、その剛性を上げたシャーシに対して足元がすごく動くようになりますのでね、フィーリングが激変するという、まあ、そういう商品です。はい、それではやっていきます。はい、フロアブレースの、フロント側とセンター取り付け完了です。今これね、今日は、後ろから、下回りを取ってるんですけどね、これマフラーの上側を通すので、こちらのジョイント、マフラーのね、リアピースとセンターパイプのジョイント一回外すんですよね。で、ここから通していくという、こういう付け方をします。で、センターはね、本当にこの何もないとこに、左右のこういう、アルミ製のバーがね、通りますんで、まあ、非常に効きますね。で、フロント、こちらの方はフロントメンバーのとこですね、これとシャーシをこれとも締め、これでガチッと剛性を確保します。はい、まあ、こういうね、剛性パーツ、本当にね、乗った後フィーリングが激変しますんでね、この後設置させて試運転いっていきます。はい、愛様のアバルト595コンペティソーネ、フロアブレース装着完了しました。今の試運転をね、行かせていただいたんですけど、やはりシャーシの剛性が上がることで、足のフィーリングがね、激変しまして、この愛様はね、アラゴスタの車高調をつけられてるんですけども、より一層よく動くようにね、なったかなと思います。本当に絶大な効果のあるフロアブレースですんでね、まあ、今後ね、この素晴らしい仕様で、春のドライブ楽しんでください。いつもご依頼ありがとうございます。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました M 様のアバルト595のコンペティソーネになります。今回ね、ご依頼いただきましたのはうちのドアミラーカバーキットですね。こちらは純正の、カバーにカーボンタイプ2スモークで水圧転写をしたこういうカーボンカバー、こちらを発売してまして、これを純正と今交換させていただきました。はい、本当にね、これだけでね、結構スポーティーになるから面白いですよね。はい、こんな感じで、M 様は今コーディネートさせていただきました。もうすでにホイールは OZ の、ウルトラレジェーラですね、こちらの方に、交換をされてますね。はい、またね、本当に今後いろいろね、カスタムの方をさせていただけたらと思います。 M 様ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、こちらは、アバルトフェアで、新規ご依頼いただきました愛様の、アバルト595になります。まだね、ピッカピカの新車の、真っ赤なボディカラーがね、すごい綺麗なお車です。今回は本当に今の目玉のカーベイのバージョン1、こちらの、ご注文をいただきました。で、
同じくこちらのフロアブレースのフロント側センター両方ともね、同時につけてくださいということでご依頼をいただいて、早速取り掛かっております。はい、じゃあやっていきます。はい、愛様のアバルト、川辺のバージョン1車庫帳装着完了です。いつも通り、こちらフロント側きっちり組み付けをさせていただいてます。エリアもね、いつもの見慣れた光景ですけども、リアの斜めにマウントされたショックと黄色のスプリング、こちらできっちり、取り付けをさせていただきました。で、先ほどね、7号パフォーマンスのフロアブレースのご紹介をしたんですけども、ちょっ と、問題がありまして、アイ、様はねこちらの G-TECH の、マフラーをつけられてるんですよ。で、センターね、こういう大きい太鼓、まあ、しかも可変バルブのねこういうユニットが、フロア下にありまして、なんとなんとスペースがなくてその7号パフォーマンスのフロアブレースをつけれないというのが判明いたしました。で、まあそのフロアブレースはね、今回プランはなくなったんですけども、まあ同じ効果ではもちろんないんですけども、こちらはまあいわゆる理事からですね、よいしょ、これはアッソ版になりまして、アッソのパフォーマンスカラーっていうんですけども、いつものこういうフロントメンバーとリアのホーシングの足回りの、隙間を、埋める、アルミワッシャーですね。これを、今、ご購入いただきまして、でまあ、これを装着しますと、その、まあ、剛性がもちろん飛躍的に上がるのと、素材がアルミなので、人間でいう、軟骨的な働きですね。しますので非常にまあフィーリングが良くなるんです。でこちらの方にちょっとプランを変えていただいたという形になります。で、プラスアルファでねまたいっぱい注文いただいちゃいまして、こちらのアッソのリアのキャンバーシムですね、でアッソのパープルミラーで、アッソの、エアクリーナーですね、でうちの新製品のオリジナルのこちらの、リアゲートの、フックですね、ストラップ、これもこのマッキナのロゴが入っているこちらの赤をご購入いただいたので、引き続きこのまま作業を続けていきます。はい、アイ様のアバルト、アッソのパフォーマンスカラー装着完了です。こちらのフロントメンバーと、シャーシを、結合するねボルトの上下をこちらにしっかり入れさせていただいてますね。本当にもともと7号パフォーマンスのフロアブレースをねご購入いただいてたんですけど、こちらのね G-TECH のこのセンターマフラー、これにはちょっとやられました。はい、一応ね、まあそのパフォーマンスカラーと全く同じ効果ではないですけど、比較的剛性を上げながらしなやかにするという目的でこちらのパフォーマンスカラーをね、ご依頼いただきました。でこちらはリアの、足回りの、ホーシングの結合部、こちらの方にもしっかり3点ずつ左右入れております。で、今ホイールねもうつけちゃったんであれなんですけど、キャンバーシム、アセのキャンバーシムをこちらに装着してね、これで、シャーシ下の、下回りの、パーツ取り付けは完了という形です。はい、じゃあ設置させていきます。はい、アイ様の、アバルト595、カスタムすべて完了しました。まず足回りからいきましょう。いろいろこう追加ご依頼をいただきましたんでね、ちょっと順番にご説明します。まずカーベイの車庫帳でローダウンをいたしまして、いつもの通り、リアベタベタのフロント合わせという形で、リアがフェンダーとタイヤのクリアランス、牧乳日約 1.5 本でフロントが約1本ですね、ここで綺麗に設定をさせていただきました。で、アッソのリアキャンバーシムと、まあフロントはね、カーベイなんでキャンバーが自由自在につけれるんですけど、こちらのベースグレードの純正16インチですんで、ちょっとね、こう、面打ちになってます。今後ね、ホイールなんかもまたお考えいただけるということで、今日はとりあえずこの状態で、設定してまして、リアキャンバーが約2度半というところです。こちらのね赤いテールエンドの G-TECH、 このマフラーがねすごく魅力的なんですけど、先ほどの動画で言ってました、ちょっとね G-TECH のマフラーがあったので、7号パフォーマンスのフロアブレースをやめて、先ほどの理事からとか、そういうプランに変えていただきました。でね、同時にアッソのこのパープルミラー、こちらの方をね、ご注文いただいたり、でリアのよいしょ
これもね新製品ですごく今反響いいんですけどね、ゲートストラップ、こちらの方の赤をねご注文いただいて、マッキナのロゴが刻印されてて、裏がこういうサソリをね、入ってるような、まあ、こういう、レザー仕上げです。純正がねこういう、頼りないようなね、まあ、こういうタイプなので、こちらに変えるとね一気におしゃれになったかなというふうに思います。はい、こんな感じでね、かっこよく仕上がりました、愛様のアバルト595になります。はい、新規ご依頼ありがとうございました。今後もまたよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今回もね本当にアバルトフェアの模様ばっかりだったので、全てアバルトだったんですけどもね、全国の皆さんにまたカスタムの参考になればいいなと思います。また本当に遠方からの方もね、問い合わせ、ご注文もいただいたりして、発送なんかもありますのでね、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、で引き続きチャンネル登録、高評価なんかもお願いします。それでは次回の動画まで、さよなら。